になりました。このまっすぐを打ってライトの前、両チーム1番バッターが初回ヒットで出ました。失った後もう見てますと攻めの姿勢に変わってきているように見えます。これセンターの前に落ちました。西脇は二塁ストップ、連打でノーアウトランナー二塁一塁です。しかしその種位置からこの回連打で掴めると思うんでね、このイニング大事にしてほしいですよね。レフトに上がっている打球伸びていく、まだ伸びていく、田中に一発が出ました。逆方向へのホームランでした。その惜しい追加点、イーグルスは田中のホームラン、今シーズン第14号、6対0とします。